皆さんこんにちは、アンキロン TV です。今日はまあ例のごとく開封動画なんですけども、昨年もですね、幼虫で補強させていただきました、オークアボック様からですね、今年も幼虫の方をですね補強させていただきました。はい、里子ってやつですね。はい、親虫のサイズはですね、88.8、B 個体は B なんですけども、サイズ的に 88.8 と、ね、かなり大きな、個体ですね。で、その親虫の、サラの元親はもう同じ、オークアボック様が、ブリードしている個体ですね。その個体からの 88.8、 あとメスの方は 52.8 で、早期ですね、今年1月6日に羽化したばかりの早期個体のメスを使用している、ね、ラインの、幼虫になりますね。メス親は、87.2 のオスですね。メスが 55.6 という形の、幼虫ですね。元々親になるのかな。そうすると、国王様 17MIK16 ですね。マスリンセクサさんの 17-31、85.5×54.4 で、元親のメスが、55.6 の、元親のオスがですね、同じく国王さんの 17MIK10 と、松野インセクトさんの 17-25 の 54mm っていう、こんな形の、系統ですねになります。はい、じゃあ早速ですね、ちょっともう開封はしてるんですけども、こんな感じですね。5頭ですね、 22-36 っていうやつですね。36番ラインってやつですかね。では、こちらの方を幼虫の方ですね入れていきたいと思います。よいしょ。我が家の幼虫投入はですね、今のところ6月の末に投入した、クルメカップ用の幼虫だけです、ね。あとはまだね、全然全くですね、瓶の方には入れてない。今ちょうど産卵セット全盛期っていう感じで、今28セットですかね、しているところで、これから何セットかはもう終わりだし、そろそろ始めようかなっていう感じではあります。よいしょ。はい、では、早速ですね、投入の方を、していきたいと思います。こんな感じですね。見えるかな。ピントがあったかな。ピントがピンと合いましたね。はい、こんな感じで。で、幼虫を入れてきます。ね、まだ、かろうじて初齢って感じですかね。結構土処理の時は、私は結構マット多めに、入れるんですけども、ね、
二例に近い場合、もしくは二例の場合はもう別にマットは入れなくてもいいかな。ほぼね、それから二例になってそうな感じのも、いらっしゃるので、まあ一応マット入れます、はい。ちょっと大きめの方はマット少なめにして、ね、上は禁止で覆ってしようかなと。まあ問題はないんですけどね、マット付きでもね。はい、これが、ラスト、ね、あ、ちょうどこれ二連になった状態ですね。あの皮がついている、ね、皮がついてますね、はい、よし、はい、という感じであっという間に終わりましたけど、22-36、ね、という、オーカーボック様のラインですねの幼虫の、禁止瓶投入の動画でございました。では以上です。さようなら。